は右に佐々木、左に古橋という前線の並びになる神戸です。前半がスタートしました。さあ山川出てきます。山川古橋だ。決定機きました。ヴィッセル、こうシンプルにですね、簡単に裏取られてますからね、左サイドね、はい、裏はねいい形で2人でね作って、前節も彼が上がってゴールになったシーンも彼が起点実はなってるんですよね、はい、さて前半が終わりました。結局ゴールレスで折り返すことになりましたが、福田さんここまでいかがでしょう。神戸のリズムを奪うということに関しても浦和がしっかりボールを持つ時間を作るっていうのは重要でしょうね、はい、神戸の方は後半に向けた交代はありませんでした。中に入ったゆるき、小泉、柴戸が広げて秋元、ゆるきです。ゆるきのクロス、ヘディングシュート、ここ決まった。田中達也のヘッド、先制は浦和レッズ。秋元のところに入って、このゆるきの斜めのランニング良かったですね、はい、で田中達也のポジションの取り方も良かったですし、少し距離ありましたけど、ここからね田中達也が後ろに下がるんですね。でフリーになりましたけどね、そのままスタンディングでのジャンプでしたけど、うまく叩きつけることによってですね、イークラがやっぱ反応しづらくなりましたよね、しっかりとこれジャンプして叩くことができたことがこのゴールにつながったと思いますね。まあその辺はね、浦和サイドとしては狙いなんだと思いますし、秋元を使って、おお高い散ればって中だ、オフサイドですよね、はい、小泉のポジションはオフサイドだったと思います。確実にという選択だったと思いますけど、完全にオフサイドです。あ、伊藤ですかね。あ、伊藤です。酒井豪徳、まだカットイン、逆サイドを見て初瀬が出てきます。両足蹴れる初瀬、スイッチしてイニエスタだ。イニエスタ、こぼれ球、ドグラス、ナイスブロック、マキノよく止めました。牧野今もね、いろんなものを見ながら選択が最終的にシュートでしたけどね、はい、菊池が前に出ようとしましたが、秋元残して小泉戻した、関根のシュートだ。よく手が出ました。いくら、いやー見事なセーブですね。関根のシュートも見事ですよ、はい、開いてですねシュートコース作りましたから、はい、ここまた小泉なんですよね、絡んでるね。山中蹴ります。ファーサイド、牧野、また牧野の頭を狙いました。ボレーシュート、また決めました、キャスパーユンカー。この後ですよね、はい、長いボールに対して神戸の選手がしっかりとちょっとポジション取れてなかったかなという感じですね、はい、ただね、うまくこうボールを浮かさないように叩きつけたことによってイークラとしては守備が難しくなりましたね、はい、ここの競り合いのところをどう見るかでしょうね。ただシュートはうまいですね。岩波のクリア気味のフィード、今日はちょっと古橋がこう、ね、古橋の良さを出すようなゲームにはなれなかったですね。試合が終わりました。ホームチーム浦和2対0、神戸を。